こんばんは。ちょっと間に合いました、まさこです。そうです。あ、コメントでまさこですって書いてあったからまさこですしてみたけど、エーリックです。ちょっと日付変わる前にちょっとお仕事今日もさせてください。した。ちょっと5分ぐらいだけするね。また明日ちょっと落ち着いてからまた喋る。今日はもう本当にあと日付変わるまでのちょっと5分だけさせてください。こちら僕がやってるブランドのウップシュで出してる T シャツです。じゃあハートで、刺繍花ポロシャツ出してます。で、チューリップ、じゃじゃーん。詳しくは、ホームページに飛んで写真を見てください。次、今日がさ、最終日第4弾だからさ、この T シャツをぜひこの機会にゲットしてください。ちょっと帰ってきてからさ、もうすぐ準備してから、初めてからしてる、ごちゃごちゃしてるけど、あとウッシュのマスク、じゃじゃーん。あとこれ、今日ね、嬉しいことが起こってさ、これひーちゃんにあげた。もらってくれてありがとうございます。これジンくんにあげた。ありがとうございます。二人とも、ジンくんはもともと知り合いで、いとこの友達だからさ、今日もめっちゃ喋ってくれて、デビューして喋れらなくなっちゃうかなってちょっと思ったけど、相変わらずいい子でした。ありがとう。ネイビーとピンク、あとオクトパスのみんなも来てくれたりしてて、ありがとう。これクリちゃんが着てたのさっき見てさ、ありがとう伝えられずに挨拶して出ちゃった。ありがとうクリちゃん。これも着てくれてた。ポポちゃん、ありがとう。じゃあ今日はもう50分なので、あと10分しかないので、お早めにお願いします。じゃあまた、タイムカード切らなきゃだから仕事終わるね。また明日、しよっかな。できたら明日もします。明日も宣伝なしで普通にトークしよう。ありがとう。じゃあ今日は終わります。次さ、草地の寮のがさ、多分インスタライブすると思うから、ぜひ見に行ってください。今タイガーもスペースやってると思うから、ぜひ聞きに行ってください。じゃあまたね。バイバイ。コメントありがとう。